パプアニューギニア、エリンバリゴールド、欠点豆は多いです。豆自体は粒も揃っていて、綺麗です。水洗いした最初の洗い水です。黄色っぽい汚れた水です。結構汚れていました。一週間ほど室内で、自然乾燥させた後の、ミディアムローストです。まだらですねー。夏で湿度が高いので、こうなるのでしょうか？シティローストです。普通にシティロースト具合で、焙煎できているようです。エチオピア、グジ、ウォッシュド、G1。豆は小粒で欠点豆が多いです。本気で欠点豆を取り除いたら、3分の1葉取り除けるかも。水洗いした結果、そんなにひどくはないです。色は薄黄色です。同じく1週間ほど室内で、自然乾燥させました。やっぱりまだらですね。水分量の問題じゃないのかな？次回は自然乾燥後に、ドライヤーで乾燥させてみます。シティローストですが、フルシティよりかな？まだらな感じはないです。焙煎はなかなか難しいです。